ゼルダのカードを追加で4個買ってきました。前回1箱開けて20種類揃ったんですよ。こんな感じで。ここ開いてて、出てないカードは開けてるんですけど、で、もともとビジュアルカードが目的で、ビジュアルカードはもう、二つ、二種類以外は全部出てくれて、で、前回一箱で、シークレットも二つ出たんですよ。だからかなり満足してて、もういいかなと思ったんですけど、やっぱり、コンプリートへの、道を諦められなくて、追加で四つ買ってきました。ただあと、今20種類、揃ってて、あと6種類足りなくて、で、カードがまだ、結構こっち田舎のせいか、まだ入ってきてないのか、入ってきたけど人気で売り切れていってるのかわからないんですけど、まあ、ローソン3つぐらい回って、最後のローソンで4つあったので、その4つを買ってきました。もう被らなければ嬉しいって感じですね。ちょっと開けていこうかなと思います。こんな感じで。4つ買ってきました。ちょっとまず開けやすいように口を先に開けていきたいと思います。ああ、マスターソード出ました。でもこれはもう前回当たったんですよね。そっか。いやでもやっぱり、いいカードですね、マスターソード。18番ということで。ちょっとせっかく綺麗なカードなんで、その場で、一個一個スリーブに、入れていっておきたいと思います。そっか。で、まあ、前回も紹介したんですけど、中は、飴玉が、リンゴ味の、結構シンプルに美味しいリンゴ味の飴玉が2個と、その飴とカードの間に台紙を入れてくれてる構成になってます。いやー、残り3つでどれぐらい被らないで出てくれるか、全部全被りの可能性も全然ありますからね。ほっ、あー、これも、前回出ましたね。このカードも。いやでもかっこいいな、やっぱり。めちゃくちゃイラストのクオリティ高いんですよね。これ見つけた方は全然買うのをおすすめします。4個中もう半分が被りは結構、なかなか難しいですね。3つ目。初めてのカード来た。ウルボザ。ウルボザ。よかったー。初めてのカード。一枚でも出てくれた。もともとビジュアルカード目的でこれ買ったんですけど、最初。キャラクターカードもすごいいいんですよね。この絶妙な位置に白というか、こうキラッと光るところが絶妙な位置にこう施されてて、めちゃくちゃ綺麗でかっこいいカードなんですよ。キャラクターも。ああ。よかった、新しいカード出て。よし、最後の一袋です。ああ、リバーリ、リバー、リーバル。リーバルももう前回出たんですよね。ああ、でもまあいいカードなんですけど。わあ、そっか。
4個中、新しいのは、1個、ウルボザでした。気になっている方はぜひ、買ってみてください。見てくれてありがとうございました。